何食いた？腹減った？うん。お。何食おうか。サブさん、ワドツ。はい、ワドツ。あ、米病音になってる。軽くでいい。軽くでいいの？軽く？なんで？全然お腹減ってないの？お腹空いてる。お腹空いてんのに軽くでいいの？お弁とお土産。なんで？ウイスキャラマンいらっしゃい。今日はちょっと面白い企画やるから、あの小今日の企画は面白いと思うよ。うまくハマったらキラーコンテンツになると思う。何系が欲しいの？何系食いたいの？じゃあね、マック。マック？またそんなの？のんたんがマックマック言うから俺がマックしか食べさせないみたいになってるじゃん。はい、バカツー、もっこりおじさんいらっしゃい。まあ、何がいいの？マックまだ治んない。二人でゲホゲホだね。マック寝がキャンになってしまう。何が？何が寝がキャンなの？なんか寝がキャンって言われた。どこ行くの？いや、今決めてるところなんだよね。あ、そこの蕎麦屋さんうまいよ。お蕎麦は？蕎麦って気分じゃない。あ、ぜ、そうか。すごい揺れた今。蕎麦じゃない。そこの蕎麦うまいんだよ。蕎麦じゃないか。肉は？肉。肉？肉なんかあるかな。あ、天津丼美味しそうだね。うん、ここ行ったことないね。そうか、でやめた方がいい。おい、わざつ。何がいい？オーダーメイド。オーダーメイド？え、靴だね。お。どこ、何食いたい？あだよな。史上最強アジフライだって。うん、この前弁当さんと行ったね、定食屋うまかったね。あのなんだっけ、あそこ行ったんだよ、あの巣鴨、うん、なんで巣鴨なんだって思ったけど、カブニートいらっしゃい、ワカツ。うん、なんか巣鴨だったんだよね。今日超夜面白い企画やるよ。神企画やるから楽しみにしといて。ハマるかどうかわかんないけど、ハマったらめちゃめちゃ面白い企画やるから。今日の夕方神会だよ、絶対見逃さないで。何食おうかな。築地食堂。え、どこ行ったことある？築地食堂ない。行く？築地食堂がいい？見てみよう。いや結構ね、昼間ずっと考えてて、これは面白いっていうのをね、調べ、たださ、自分が面白いと思ってもハマらない時あるじゃん。ハマったら構想通り行ったらめちゃめちゃ面白い企画になると思う。ここにする？いいよいいよ、全然おごるから。ここが良かったら全然ここで。刺身とか海鮮系。全然いいよ、何でも食いたいもん。いまいち。いまいち。魚じゃないの、気分。ハマったらマジみんな笑うと思うよ。これ多分今まで誰もやってない企画なんじゃないかなと思って。やってる人いるかもしれないけど、俺はとりあえず見たことない。誰もやってない企画、多分家雑系の企画だから。うん、体張る系じゃなくてこれは面白いんじゃないかなと。
バッテリーねえな。バッテリーの減りが異常に早い。敵の仕方やばい。ドレさんから、トモトさんありがとう、いらっしゃい。楽しみにしといて、今日の夕方から。夜から。ちょっと、ぶち上げる企画やるんで。あ、やばい。イケメンの方に来てる。方面食う？うん。方面にする？うん。たまには新しいのがいいんじゃない？そんなことない。うん。のんたんは、結局、方面にしました。いつもの方面だ。なノンタンっていうか、まあ、女性リスナーさんなんだけど。これも美味しそうだね。おステーキ？ステーキ食う？いいよ、ステーキでも。ステーキにする？いいよ、高くても全然。コーメンでいいよ。いいよ、別に食いたかったらおごるよ、うん、肉でよかったら。大丈夫。いいの、うん、体、ちょっとやばいっすね。いいよ、別に、ステーキおごるよ。何それ。コーヒーダメだわ。正義の味方が教えてくれたんだけど、カフェインがダメらしい。その咳がひどくなるんだって。だけど間違えて買っちゃってさ、うん、カフェイン飲んじゃって。じゃあコーメン行くか。またコーメンかよっていう。新宿、あれは牛タンは肉だし。牛タン食ったっけ。食ったか。あそこ嫌い。嫌いじゃないけど、コーメンの方が好き、うん、こっちこっちでコーメン。そう、コーヒーはね、悪いらしいよ。より戻ってないよ。あの、咳が出てる人とか喘息の人はコーヒーダメなんだって昨日教えてくれた。なのに間違って、いつも買っちゃったんだよコーヒー。いやー、せっかく治ったのにひどい。よかった、雨降ってたの。天気良くなったね。あの、肺の便がバカバカ。うん、ドレさんには病院行けって言われてるけど、保険証持ってないって言ったら笑われたよ。お前保険証持ってないでお前旅行くのかみたいな。破天荒すぎるだろうって言われて。ごめんごめん。あ、大丈夫大丈夫、ありがとう。最悪もうテルチャンピオンと戦うとき肺炎移して勝つから。3分以内に俺の肺炎移して吐血させるから。え、残り 1% おかしいだろ。ごめん、電池切れるかもしんねえわ。今日の夕方の放送めっちゃ楽しみにしてね。めちゃめちゃ面白い企画やるから。ええーとか言ってテルチャンピオン見てた。お前ロムすぎなんだよ。情報を出せよ。お前も素振りをしろ。お前もシャドーボクシングをしろ。俺に情報を渡せ。見てる、監視されてるから。練習なんかすればいいじゃんって言いながら俺の練習全部監視してるからこいつ。汚ねえよ。今日シュシュやるかもね。わかんない。今日は企画やりたいね。
今日考えた企画を。ちょっと突然ブツッと切れたらごめんね。いつも食べんの。うんちゃんとは別れたの。別れたよ。もう別れたってさ、別れたから。のんちゃんの話はもうやめろ。タブーだから。ねえのんちゃん。のんちゃんは死んだんだよ。のんちゃんは死んだんだよ。もうのんちゃんのことは忘れろよ。お前らめめしいぞ。あ、いいよ、このこっち。何すんの。いつもの、うん、これは全部乗せ、全部乗せにしなよ。うん、すいません、あれはチャーシュー丼は、はい、だね。俺もいいや、ラーメンだけでしょ。つけ麺の全部乗せを2つ。つけ麺の全部乗せ2つ。基本でいいですか。厚盛りで。基本厚盛りで、はい、はい。ハニー豆腐2つ。はい、ハニー豆腐2つお願いします。はい、かしこまりました。厚切りです。どうもありがとうございます。方面ドハマりしてるよね。結構あるよ、いろんなところ。都内だったら。明日変わんない。
あ、一人で行くとき。まあ、学生街だからね。うまいラーメン知ってる？わかんない。わかんない。探索しに行くのありかもね。家系が好きなんだっけ、うん、家よりうまくない漬物バイオ。俺家がダメなんだよね。ギトギトしすぎっていうか家は食えない最後まで。タツノヤとこっちだったらどっちですか？どっちもいいね。うん、でもこれいっぱい乗ってるからさ、これがいいんだよね。そう、うまいんだよね。よいしょ、チャーシューが美味しい。チャーシューうまい、ここチャーシューうまい。寝てるかと思ったよ。起きないかと思った。起きてた。何時頃起きたの？3時頃か。よく寝れた？はい、ありがとうございます。はい、2回どうぞ。はいよ。はい、すいません、失礼します。お待たせしました。ありがとうございます。どうか、ニンニクは入れる？はい、もうドバッと豆乳だから。焦がした焼いたネギうまいよね。大好き。Thank you.
んな動画で。安定のうまさ2種類のチャーシュー入ってもいいよ。ラーメンにほうれん草すげえ合う。飲んだこれのことなんて言う？だよね。俺の家スナチクって言うの。調理前がスナチクで。うん。はい。調理前がスナチクの？塩漬けにしてるのか。要はあれ、中華の竹って意味でしょ。シナだから。なばあちゃんラーメンの砂そばって言うんだよ、沖縄の人だから。ノンタンは食い物の中で一番好きな食い物なんだろう。一番好きな食い物、フルーツとかスイーツとか何でもいいよ、その全ジャンル、うん、今まで食った一番好きなもん。餃子、餃子、俺餃子好きな人よくわかんねえんだわ。うまいか、何がうまいの餃子。はい、いやだってなんで全然わかんないわ。餃子、どれくらい好きなの？餃子とご飯に行く。どういう餃子が好きなの？飲んだんじゃ、俺から餃子に関するうんちくを一つプレゼントしていい？餃子を焼いて食べるのって日本人だけで、知ってた？そうか、
死のっかな。ありがとうございます。だからのんたんが、その俺が知らない知識でへーって言わすよ。俺より頭いいの証明って。意外と知らない人多いんだよみたいな。うめえな。そんなんじゃ生牛になれねえ。いいのか。なんだよ。そうか。なんねえか。めんどくせえか。このスープを家にいっぱい欲しい。蛇口ひねったらこのスープ出てこない。ずっと飲める。ずっと飲めるでしょ。このスープ。飲んじゃうよね。もう最後の一口って決めてからずっとループするからね。ありがとうございました。うますぎるから。水飲んでもうやめようって、もう帰ろうと思ったらまたこうレンゲに手が伸びる。うまい。吸いたくね。これ食い終わったら、喫煙所を探すために出ようか。ありがとうございます。忘れてた。忘れてた。はい、来た。これうまっ、めちゃめちゃうまいね。これマジで家でこんなん作れないかな。なんかこうプリプリにならないんだよね。この杏仁豆腐は好きなんだけど、もうこれすげえうまい。パーフェクト杏仁だよ。いい子な買えば。え？いい子な買えば家で美味しい。
え、杏仁豆腐ってこんなで作るの？杏仁豆腐って何からできてるの？牛乳。違うよ。あ、ないないの？杏仁の種だよ。え？え、これ牛乳じゃないの？杏仁の種の中の、うん、果肉を、だからあんに。杏仁のあんか。あ、やべえ、へえって言われたわ。言われたわっていうか、負けたわ。で、え、ねえ、これ牛乳じゃないの？あんずの中の種なの？マジかよ。クソうめえじゃん。マジか。あん、にん。にんは何だ？あん、あんずのあんに、にん、にんがわかんねえわ。忍者のにんかな。あん、にん。にん。あ、じんって読むんだ。ほんとだ、あんずのあんだわ。お前やるな。なんで知ってんのそれ？知ってるよ。嘘。じゃあ俺も一つ食い物系で言っていい？春雨って、じゃあ春巻きって春雨入ってるの知ってない？春雨入ってるらしいよ。あ、そうなんだ、すごいね。溶けてるから気づかないだけなんだよ。タバコ喫煙所を探すためか。あれ持ってる？スタンプカード持ってる？
ちそうさまでーす。はい、もうありがとうございます。どうもワドです。ワドでございます。今日夕方から神企画やるんで見に来てください。よろしくお願いします。放送内容は、説明文に書いてある通りです。170名さんいらっしゃい。ワド2、今デートしている相手は結婚歴20年ぐらいで、子供が自立して夫ともレスで、夫婦して暇で性欲が多少ある人かな。正解です。正解です。子供7人います。一番上の子37です。今日寒いね。雪降ったよ今日。うん、おー、アイカだ、いらっしゃい。ここまっすぐ行ったところにあるから。今日寒いね。こんにちは、風船ごっこありがとう。ギターの弦欲しいな。でも一回旅行ったらギター弾けねえしな。咲いてるよ。もうこっちが散っちゃったね。桜見たい。桜はもう散っちゃったね。これ、あ、早いやつ。なんだっけ、ソメイヨシノじゃなくて。緑の葉っぱ出てきちゃってる。お、アイラ、うん、アイラか、うん、アイラ、これアイラワドツ、うん、KB、 なにこれ KB、 なにこれ KB やんだ。 KB ありがとう。 KB10 個ありがとう。桜もう散っちゃってるよ。なにこれ KP っていうアイテムがある。新しいやつ KP だもん。これうなちゃんまんに著作権取らん。これさすがにどうなの KP って。かん、これはさすがにうなちゃんマンにさ、ちょっと印税渡した方がいいんじゃないの。すごいよな、 KP を流行らせたってすごいよね。いいね。寒いね。KP って出てるもんね。
すがにこれはすげえな。お、おはよう。俺さ、話したっけ、釈迦に、あの生放送終わった瞬間に釈迦の餌あげようと思ったら、無意識だよ、放送終わってんだよ、で一人だよ部屋の中で、で釈迦の餌をかえるときに釈迦がピッて言うじゃん俺に向かって。そしたら俺なんて言ったかって言ったら、はい釈迦ワドツーって言ったんだよ俺。超恥ずかしかったよ部屋の中で、俺何言ってんだろうと思って。釈迦もなんかね、なんかピッみたいな感じで何言ってんのみたいな感じでね、あれは恥ずかしかったね。ない、そういうの。ある、ある。いつも喋ってるからさ。そう。なんかあれが出た時には俺もう超恥ずかしかった。一人で赤面したもん。釈迦に向かってワドツはねえだろう。うん、はいワドツーってピッって言われて、うん。笑うよ。はず。生主だよね。充電ないから途中で充電切れるかもしんないわ。そしたらごめん、30分ぐらい待ってて。家に帰ったら伝説の枠やるんで、伝説の企画やるんで、ぜひ皆さん見に来てください。今回の超盛り上がるよ。ラーメン食ったあのタバコうまいよね。なんだろうねこれ。よし帰ろう。喉にいいラーメン食ったから。ラーメンって喉にめちゃめちゃいいから、やっぱり咳が収まったよね。収まったでしょ。みんな覚えといて、ラーメンは咳。コーメンっていうラーメン食べたの。コーメン。俺くらいの一流の配信者になるとデートスポットやっぱラーメン屋だから。お前ら低所得な、お前らみたいな低所得な奴らとは全然ランクが違う生活してるから。羨ましいだろ。早く俺みたいになりたいだろ。デートでコーメン行っちゃうんだよ。
マクドナルドとか連れてかねえかんな、お前らと一緒にすんなよ。マクドナルドとかサイゼリヤとか連れてかねえから、お前らみたいな底辺と、お前らみたいな底辺と俺と比べるなよ。500円までならいいよっていう、お前らとは違うから。いやもう全然違うから。バリューセットなら好きなの頼んでいいよ、シェイク仕方ないなっていう、お前らとは違うから。シェイク M がいいの今回だけだよっていう、お前らとは全然違う。お、亀尾さんだ、いらっしゃい。俺のように配信で富を築いた男は、配信で恐怖を築いた男だから。ラーメン食えるから、俺は。俺はもうね、去年の俺とは違うんだよ。去年はラーメン食えなかったから、俺は毎日ラーメン食える男になったから。かっこいいだろ。かっこいいだろ。かっこいいだろ、うん、はい、カエルさんいらっしゃい。サブちゃんだ、なんだ、おにぎり10個ありがとう。サブちゃん久しぶり。サボ神様が来たよ、サボ神様が。ポーメン850円、ふざけんなお前、全部乗せだから。お前ふざけんなよ、ほんと。ジロジロ見られた。すっげえジロジロ見られた。お前バカにすんな、1100円だわ。ふざけんなよ、850円だ。お前低所得者の極みか、お前は。1100円だわ、ふざけんなよ。エンゲル係数がすごいことになってるから。我が家のエンゲル係数が全部のせいだよ。なあ、飲んだ。そう、チャーシュー丼も食べるかいって言ったもん俺。杏仁付きだよ。杏仁付きだからね、杏仁豆腐まで食べて。ドバイだよ、タックスヘイブンかよってなってた。威張るよ、全力で威張るよ。なんだって俺はトップ配信者だからね。配信で飯が食える男だからね。インターネットの前でおしゃべりしてたら人気者になっちゃった男だから。月収15万だから、ね、いますか、この人だかりの中にいますか、月収15万の人。いないでしょ、こんだけ人がいる新宿といえど。俺月収15万だよ、もうみんな見てるよ。え、マジかよって、あの人月収15万かよって、すげえ目で見られてるよ。杏仁も食べるし、もう新宿の今人だかりの中で、もうすごい、あれ、え、食べたいのかい、パフェが食べたいのかい、あれなんだろうって思って。ここはなんだい、ファーストキッチンかい。ファーストキッチンか。あー、食べたいものがあったり何でもいいたまえ。さすがでしょ、月収15万だからね。憧れの職業和道になるよ、来年は。小学3年生の憧れの職業和道、憧れの職業第327位だよ。俺がどんだけ苦しい生活をしてきたか伝わってくれたか、トシ君ありがとう。伝わればそれでいいよ、もう何も言わないでくれ。ついに伝わったわ、俺の熱意が。アンチリスナーを囲いに変えた瞬間だよ。
なにあれ、ちょうだん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前パッドボタン押してんねん、もう。